本題始まりました。マルチェス3チャンネル。本題始まりました。マルチェスチャンネル。さあ、今回なんですけども、はい、トイックの結果、公開していこうかなと思いますね。12月19日午前、第何回でしたっけ？忘れちゃいましたけど、はい、まあ、テロップで出てると思いますけど、そちらの結果、発表したいと思います。そして、これですね、IIPC から届きました。これです。知ってる方はいると思うんですけども、はい、開けちゃいますね。来ました。IIBC Award of Excellence と言われるやつですね、これ。じゃん。ということで、はい。表彰状でございます。これの方がサムネにいいのかな。IIBC Award of Excellence, IIBC Honors, Tetsuya Morita ということですね。はい、for your outstanding performance in four English language skills through the secure program of そうですね。Secure Program っていうのが、公開テストのことです。TOEIC Listening and Reading Test and TOEIC Speaking and Writing Test ということで、Speaking and Writing の方がテスト2なんだね。2021, administered under the auspices of the Institute for International Business Communication issued in February 2022ってことで、来ました。auspices。あれでしょ、公認ってやつだよね。はい。で、IIBC Award of Excellence 受賞のお知らせ、TOEIC で、リスニング&リーディングテストで800点以上、リスニング375、リーディング425点以上で、スピーキングが160点以上で、ライティングが170点以上でもらえるんだって。おー、なるほどね。この度2021年の受賞者である皆様に表彰状と記念品を送付させていただきます。またご希望される方には、SNS などデジタル上でご利用いただけるオープンバッジ、デジタル証明書、そんなのあるんだ。ご授与いたします。ご登録いただいているメールアドレス宛てにお送りしたアンケートでご希望の有無をお知らせください。有無じゃね、胸だ。いや、そうなんだ。で、SNS にハッシュタグつけて送ってくれた方には、公式 Twitter アカウントなどでご紹介させていただく可能性がございますと。へぇ、そうなんだ。だそうです。商品がこれってことか。あー、これね。はいはいはい。持ってますよ。今までのやつ。はい。このトイックノートでしょ？はい。今までも使ったことありますから、これ。持ってます。なんか説明がいろんな言語で載ってるんだけど。Culture, Imagination, Memory, Travel, Personal Identity。なんだろうこれ。はい。ありがとうございます。そして、TOEIC の結果、12月19日の結果は、こうなりました。あー、985点だー。うわー、495、490。だーっていうくだりをもう実は撮ってあったんですけど、データ消しちゃったんですよ。そう、もうね、いつもそう、紙でやってるじゃないですか。もうご存知の方はそう、それで紙でやってたんですけど、消しちゃったんですよ。前に、今日緊急で動画出してますって言って出したのが、共通テストのカンニング事件だったと思うんですけど、あの時に実はこれの結果を出す予定だったんですよ。で、すでに動画は撮ってあったんですよ。でもその編集する前に共通テストのね、世界史のカンニングのやつが出ちゃったんで、そっちを動画にしようって言って緊急であれ動画撮って編集して出して、で、もう SD カードいっぱいになっちゃったんでフォーマットしたんですよ。したらそのデータ消えちゃった。だからほら、僕がね、これ破り捨てるの楽しみにしてた人、コメント来てたんですけど、破ったものは捨てちゃってあるんで、ショックということで、985点でした。990点だったらね、取ってあるんで、もう一回ね、やることできたんですけど、リアクション。残念でした。はい。という、まあ、ある意味なんかもうやらせみたいな回でした。はい。でした。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 今、僕が首席講師を務めます。ベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に、偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また、個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて、登録よろしくお願いします。